なんだ。いやさ、なんかカカシ先生との修行わかんねえんだけど、嬉しいんだってばよ。そうか。笑ってられんのも今のうちだぞ。それにはチャクラの性質変化と形態変化の2つのテクニックが不可欠だ。螺旋岩を超える術だ。ん？はいはい、一度に2つは分かんないね。先生悪かった、ごめんごめん。いやじゃあまずは形態変化の説明からいこう。よし、螺旋岩を作ってみろ。螺旋岩！はい、ストップ。お前はもうチャクラの形態変化はマスターしている。チャクラを超スピードで乱回転させて圧縮する、このこと自体がチャクラの形態変化であり、螺旋岩はそれを極めた術だ。はい、次はチャクラの性質変化だ。うん。この術はチャクラの形態変化と性質変化、このチャクラを電流に性質変化させる、そして今度は放電するよう形態変化させて攻撃の威力と範囲を決める。螺旋岩以上の術を習得するには千鳥のように形態変化と性質変化、 あっという間に真術完成しちまうってばよ。あのね、簡単に言ってくれるなよ。自分がどの性質を持っているかも知らないだろう。いいか、基本的にチャクラの性質変化の種別は5種類しかない。火、風、水、雷、土の5種類だ。大体皆どれかの性質に当てはまるチャクラを持っている。ってことは、サスケは火と雷の2つの性質を持ってるってことか。で、お前は現在0。何？それをこの紙切れで調べる。風なら切れる、火なら燃える、水なら濡れる、土なら崩れる。雷の性質なら紙にし、よし。お前のチャクラの性質は風だ。うわぁ、俺ってばすげえ。いや、まだまだ分かっただけだから。さて、いよいよ風の性質変化を身につける修行だが。ヤマト隊長、あのさ、ヤマト隊長の木遁ってばどの性質変化になるの？え？それは…ま、あいつの興味がそっちに移っちゃったから、パッと教えてやってよ。なんだ。水遁、滝壺の術。え？じゃあ、ヤマト隊長も2つ持ってんの？2つの性質変化を同時に行い、木の性質を新たに発生させ、右手に土、左手に水。2つの性質変化を同時に扱い、新たな性質変化を生み出す力を結晶限界って言うんだよ。かつて戦ったハクという少年もそうだ。彼は氷遁という結晶限界を使えたんだが、風と水の2つの性質変化を同時に用いて氷を発生させた。だから俺の車輪眼でもコピーできなかった。ああ、なんか修行の時間をズルしまくる方法って。それはな、多重影分身だ。ま、はあ、じゃあこれから説明するけど、ちゃんと聞いいか。影分身の術がただの分身と違って、お前もいつも使ってるから気づいているとは思うが、ま、影分身の分身体が経験したことはその術者の経験として蓄積される。はあ、なら二人でとにかく影分身をやってみるぞ。影分身の術。よし、じゃあオリジナル側と影分身側の二組に分かれて、
林の中の俺たち影分身組の姿はオリジナルの方からは見えない。そこでだ、俺たちの方だけじゃんけんをするぞ。じゃんけん。影分身の方はやれ、勝った。加賀先生のおごりだってば。はい、一楽ラーメン、加賀先生のおごりだってばよ。じゃんけんに勝ったからね。勝手に約束しやがって。今までなんとなく影分身してたから全然気がつかなかったってばよ。本来この術は危険な場所への偵察や敵アジトに潜入して、言い換えると二人でやれば一人で修行するときにかかる時間を半分に短縮できるってことでもある。それが三人なら三分の一、千人なら千分の